うも、ゆうチャンネルのゆうです。本日は東京リベンジャーズより下に行ってった。そしてですね、パーチンコと林田春樹。こちらのフィギュア出ましたので、獲得の方していきたいと思います。そしたら、こちらの方、実践の方していきたいと思います。はい、そしたらまずですね、下に行ってった。こちらの方からやっていきたいと思います。いやー、出ましたね、2匹キャラクター。さっき言ってったこちらの方がやっていきたいと思います。まあ奥側からですね、右奥でやっていきますね。さあどうだ。おお、いいね、動きいいっすね。そしたらこれははめていくような形で左奥ですね。これでワンチャンはまるはずなんですけど、ちょっと 甘かったかなこれ。ちょっと待ってよ。あー、ちょっと甘いかまあ初期位置っぽくなったんですけど、手前側にね持ってこれ取るんで左奥ですね。ここでハマってくれると嬉しいんですが、いけ、おお次いけそうっすね。そしたら右奥ではめていく形に持っていきますね。これでハマると思うんですけど、斜めにはまってくれると思うんですが、どうでしょう。よし、 OK。 なんでこうなったんで、奥側ですね、回していく形で持っていきます。まあね、前の時にちょっとかなり沼ったんでちょっと怖いんですけどねこれおー、まあまあまあ、回しきらんなんですけど、縦はめの状態には持っていけたんで、右奥からですね、やっていきますね。ここでワンチャンいってほしい。いけ、おー、この形っすか。まあ、いい形になったんで、奥へ釣り上げていけるかどうか。これバー乗っとる、どうやろ。いけたらいいんですけど、ワンチャン。いってまい。いけ、あかん、滑らんな、これ。マジっすか、ちょっと滑らんんですけど、もう何回かちょっとやっていきます。これ若干奥側にしたんですけど、どうでしょうか。これでいけ、いってまい。うわ、ちょっと待てよ、ちょっと待て。この感じちょっとなんかきつい気がするけど、まあもうちょっとだけ前に乗っとるんで、もう一回これでどうだどうだどうだ。持ってけ。うわ、やってしまった戻ってしまったっすね。まあちょっと気を取り直して、左爪でちょっとはめていく形で箸に持ってけ。やってやってしまった。そしたらちょっと切り替えていきます。右爪で立てるような形で突き回しのできるような状態に持っていきます。さあこれで上がってくれる、上がってくれる。よしよしよし、 OK。 手前側を突き回していけるかどうか。持っていってくれたらいいんですけど、この突き回しでいけ。いやー、ちょっと待て、その状態で戻んなよ、戻んなよ。いやまあ戻ってしまったんで、一回まあ横にしていく形でも解くかな。なんか感じ的に言えば、なんか軽い気がするんですよね。おーおー、いいねいいね。こういう形で動いてくれたんで、奥を持ってみて手前へ放り投げてくれやんかなっていう考えでちょっとやっていきます。来い、手前来い来い。あー、あかんかダメですね。そしたらもう一回だけついてみようかな。突き回していけるかとか。手前側かなり斜めになっとるんですけど、いけいけいけ、もうちょいもうちょいもうちょい、戻んな戻んな戻んな。うわー、最悪めっちゃ最悪なんですけど、この形先ずり上げダメだったんで、スライドで持っていけるかどうか。これで払っていってくれたらワンチャン一発で持っていけ。おお、いいですね。もう一発スライド、今の感じだったらいけそうな気がするんですけど、どうでしょうかね。持っていけよ。いけ、あーかんダメですね。もう一回狙うか。ちょっと奥気味から。どうですか。行って前、行って前。ゴー。あー、ダメですな。そしたらちょっとずり上げに変更していこうか。手前ずり上げていったらどうやろう、今度は。さっきダメやったけど。あー、ダメやな。まあ、先端だけやったんで、もうちょっと奥側。さあ、持ってけ。ここだよ、ここ。いけ。あー。ダメっぽいな。そしたらもうちょい奥側、これでどうやろ。行ってまい。結構いい感じでいったぞ。よしよしよし、 OK。 よかった沼り覚悟やったんですけどそしたらですね、東京リベンジャーズ久々行ってった、こちらのフィギュアゲットです。そしたら次ですね、パーチンですね。こちらの方やっていきたいと思います。はい、そしたら次ですね、パーチン。こちらの方やっていきたいと思います。そしたらさっきのね、感じで見とると、さっき自体がね、重たそうやったんで、奥側がね、手前からやっていきます。
おお立ちましたね。そしたら突き回していけるかどうか。奥側いけ、あかんかな、ちょっともうちょっと奥やったかな、もしかしたら。おお戻りましたね。そしたらまあ次真ん中あたり右爪寄りでちょっと甘めにしてみます。そしたらこういうこれでどう動くかですよね。さあ持ってけ。おおなんか裏面がなんか重たそうな感じすんな。そしたらちょっと箱自体がちょっと斜めになっとるんで左爪で回していこう。これで回るかな、ちょっと斜めになっとるんでいけると思うんですけど。おお、なんじゃこれすごい位置で立っとるんですけど、まあ回していけるかどうかなんかな。ここでここでどうなるかやな。でもこれうまいこと入らんときつい。うわちょっと待って、ああマジかこの形やばいな。そしたら一回払っていくような形で奥側いかんかな、いけ、あかんか。うーん、そしたら感じ的にちょっと力強そうなんで奥側両爪で持ってたらどうやろう。これ手前持ってこやんかな、もしかしたら。よしよしよっしゃ、オッケー、よかった。ちょっと力強いっていいっすねそしたらね、こちらパーチン、こちらの方ゲットです。はい、そしたらですね、本日は東京リベンジャーズより地さ聞いてったこちらのフィギュアとパーチンこと林田春樹こちらのフィギュアゲットいたしましたので、うちに帰って開封の方ですねしていきたいと思います。いやー、この木崎めちゃくちゃメガネとかねめっちゃいいっすねよろしく頼むぞ。はい、そしたらですね、うちに帰ってきました。そしたらこちらの東京リベンジャーズより木崎哲太そしてパーチン、こちらの方開封していきたいと思います。まずですね、木崎哲太こちらの方から上開けていきたいと思います。はい、上の方で開けていったんですけど、まさかのですね、固定ですね。前のシリーズはからはね、ずっとね、次回でやったんですけど、まあまあまあ固定されとったんで、ちょっと動きが鈍かったんかなっていうところもあるんですけど、まあそれはね、僕の実力不足です。そしたら次ですね、パーチンの方、開けていきたいと思います。開けていきました。パーチンの方は頭から入ってますねえぐいな、珍しいですね、頭から入っとるの。いやまあまあまあそこは置いといて、まあまあそれはいいっす。まあ重さ的にはね、パーチンの方が重たいですね。そしたら次キサキってったこちらの方ですね、出していきたいと思います。はい、出していきました。ちょっと、黒すぎんか顔がなんか黒い気がするんですけど、かなり。まあ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 。で、このね、メガネとかもめちゃくちゃいいっすね。このイヤリングとか。いやー、いいっすね。意外に、ちょっと黒いかな。そしたら次、パーチン。こちらの方ですね、出していきたいと思います。はい、パーチンの方で出していきました。意外にいかついっすね思っとった以上にいかつく感じますね。いやいやいや、よかったなとってと思いますちょっと変な感じになりましたけど。そしたらですね、こちら2台組み立ての方していきたいと思います。はい、そうですね、こちら2体組み立ての方完了いたしました。いやいやいや、思っとった以上にいいっすね。そしたらですね、今回獲得したフィギュアはこちらです。いやーいいっすね。そしたらまずですね、キサ聞いてたこちらの方が見ていきたいと思うんですけど、いやいや思っとった以上にね、このメガネの感じとかもちょっとボケとるんですけど今とかイヤリングのね感じとかすごくね、備品関係がねすごくええ感じに、クオリティがええかなと思ってますいやいや、いいっすね。ちょっと黒すぎるんですけどね、顔は。そしたらですね、次、パーチンの方ですね。こちらの方見ていきたいと思いますね。
いやー、パーチン、僕ね、正直出ると思ってなかったんで、パーチン。正直希望ではあったんですけど、ちょっと欲しいなっていうのはね、フィギュア化せんかなっていうのはあったんですけど、いやー、まあ、いかつい、パーチンって感じですね。でですね、まあ、東京リベンジャーズ系は、次何が出るかなっていう感じはするんですけど、まあ、結構ね、その重要なところも出てほしいなと思ってます。といったところですね、本日の動画、これで終了したいと思います。少しでも良かったら、チャンネル登録、高評価、通知、コメント、よろしくお願いいたします。